はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵にコスタコーヒーリトルスイートラテ、このコーヒーをですね混ぜて飲んでみました。リトルスイートラテの名に恥じない通り、ほのかな優しい甘さがある、まあそういうこうコーヒーでございました。ラテですから、まあ牛乳のですね、まろやかな優しい甘さもありまして、香りはですね、香りはまあ一般的なコーヒーの香りかなと思います。ちょっと甘めの香りですね。まあ女性の皆さんが好きそうな、そういうコーヒーでございました。生卵50個との相性は、グーでございまして、非常に飲みやすくなっておりますけれども、良い子の皆さんは絶対に真似をしないでください。プレジデントっていう雑誌がありますけれども、あれ曰くですね、人間が120歳まで生きるようになる、まあそういう時代が来るかもしれないらしいです。ちょっと前に話題になったライフシフトの名前何でしたっけね、グラッドストーン教授でしたかね。もう100歳ぐらいまで、今の20代ぐらいの人は100歳まで生きてもおかしくないみたいなことが書いてありましたが、まあ長い人生になるんでしょうね。まあ私のこの企画全くバズらないですけど、80年間生卵10個飲み続けてみただったらさすがに絶対バズりそうですよね。まあそう思うと、私のこの企画って長く続けることに価値があり、かつ長く続けることができる企画だと思うんですよね。なのでまあね、気長にやっていこうかなと思います。で、筋トレもですね、まあ気長に、まあそれこそね、生涯筋トレを続けなきゃいけないわけですから、まあ体を傷つけないように、まあ中高大帰宅部ですから、体の使い方が分かってませんので、まあ筋トレも動画とか見ながら、まあパーソナルトレーニングを習う余裕もないですからね、そんなお金もないので、まあ動画とか見ながら、まあ丁寧に、まあ筋トレを続けていければいいなと思っております。100歳っていうのはどうなってるんですかね。生成 AI が出てきて、ここ2、3年ぐらいですかね。ここ2、3年ぐらいですごい進化して、映画、ハーの世界が、まあ、ほぼ実現したと言っていいんでしょうけれども、まあ、これがどういうことになるんだろうと、もう、まあ、私のような陰キャが考えるようなことっていうのはですね、結局、まあ、ソフトはあるわけですよね。AI で話し相手になってくれるソフトはあるわけで、で次はこう、物理世界の話だと思うんですね。だからこう、人体ロボットといいますかね、アンドロイドみたいなのが出てきて、まあ、それにハーが内蔵されてですね、サイボーグ人間と仲良く幸せにイチャイチャできる、そういう生活が来ればいいなと、陰キャの妄想ですけれども、まあ、私のような陰キャっていうのはね、現実世界に希望がないので、まあ、だからこそナロー小説が一時期流行ってたんじゃないかなと思うんですよね。ナローものとか異世界転生ものの、まあ、小説アニメが一時期すごい流行ってましたよね。あれを見てる人っていうのは多分私と同じで、こう自分のこう人生にあんまりこう希望が見えなくて、それでこう現実を逃避してるみたいなね、そういうところもあるんじゃないかなと思うんですよ。メタバースの世界が実現されれば、まあ、それぞれの人間にパーソナライズされた仮想空間に行ってですね、もう分、まあ、自分が主人公になって思う存分楽しめる、そういうサイバー空間が来ると思いますから、それまでの我慢ですから、絶対早まってはいけませんよ。そういう世界が絶対来るのはもう間違いありませんので、何とか生き抜いていこうと思っております。ということで、ゲームから以上です。